はい、どうも、セイリーです。MJ やっていきます。今回はね、カヨモリカップがね、一通り終わったんですよね。で、昨日一応動画撮ったんですけど、なんかね、音声が入ってなくて、最後2着で終わって、で、合計が600点ぐらいで、結局入賞をね、できそうにないんですよね。で、まだ一応時間はあるんですけど、まあ、今回はね、一回ちょっと空気変えよう思って、この割れ目、ギャンブル卓やっていこうと思ってます。で、これ前回一回だけやったことあるんですけど、動画でもね。割れ目のとこが、ね、かなり高得点になるっていうルールなんで、ちょっとやっていきましょうか、とりあえずね。レートはじゃあ20にします。ルール一応もう一回説明しますが、割れ目になってたとこが、支払う点数も、もらえる点数も単純に2倍になるんで、めちゃめちゃ恐ろしいね、ギャンブル卓っていうね、感じのルールです。で、割れ目になる場所はランダムなんで、牌を取り出したとこが割れ目になるんで、なんで、毎回ランダムで誰が割れ目になるかわからないっていうね、ルールなんですけど、まあ、これがね、なかなか面白いんですよね。ちょっとやっていきましょうか。で、これは、点数次第で、このチップがね、かなり変動するルールなんで、まあ、チップをかけて戦うみたいな感じなので、ぜひ点数をね、高得点取っていきたい。さあ、もういきなり、いきなりトンパツから、白がね、ダブドラなってますね。白ダブドラ。で、割れ目が今、神茶の人なんで、ここから上がれば得点が2倍ですね。でもちろん、この神茶の人が上がっても得点が2倍なんで、で、割れ目の時にいかに上がれるか、そしていかに上がられるかがポイントになってます。まあ、怖いっすよ、これは。で、これはなんか微妙っすね、手が。てか、白がやばいな、これ持ってたら。白もし暗黒でもなったらやばいっすよね。さあ、白コンかな？これはでも手が微妙すぎるな。手が重たいっすよね、かなり。ダインが、ジャンローの人と、ナラダンの人。ジャンロー言うたらだいぶ上なんかな？なんかジャンっていうつくダインは結構上ですよね。最強位の手前ら辺やった気がするんで、確か。3ピンが来ましたね。急走落とそう。ウーパーソーを引きたい感じかな、これは。リャンピンいいの引いたね。いいシャンテン。メンタンピンいいペーコーのいいシャンテン。うわ、白あかんって、そんなん。絶対泣くでしょ。もう止まった。どういうこと？白止まって泣かなかったってどういうこと？どういうことや。これポンテン入れる？タンヤオで。これ、神茶テンパってる？もしかして。うわ、ポンテン入れてた。嘘を仕留めれたな。まあ、一応でもね、割れ目カップなんで、リーチは行きたいんですよね。いやー、しかし、神茶がテンパイしてるとしたらやばいっすよ。かなり。リーチ入りましたね、下茶から。親っすね、あれ、下茶。マジか、遠い面親やな。リャンウソ引かへんかな。リャンウソを引かん限りは行きにくいな、これは。なんか、何は1枚見えやな。怖いけどね。いやー、結局、テンパイもせえへんやん。ポンテン入れたらよかったな。タンヤオのみで行ったらよかったっすね。うわー、怖っ！テンパイしてるわ、やっぱり。イースーピン。フリテンやったんや。フリテンっすね。神茶の人。白暗黒でテンパイしてるけど。フリテンやからあれかな？迷ってたんかな？さあ、なんとかでも防ぎましたね。親は流れて、なかなかいいですよ、これは。手は悪くはない。ただ、関連層が欲しいかな。さあ、9万捨てて。関連層来たら完璧なんですけどね、これは。で、ドラも今増えてるでしょ。これ、曲が進むにつれて、ドラも増えていくんですよね。言ってる間にいいの引いたね。ローソン。関連層引いたら、サブロー9ピンですけど、どうかな。一応これ、2ピン残してる理由は、もし3ピンとか引いたら、想像落としていこうかなとも考えてるんで、だから残してるんですけどね。まあでもそれでも、ちょっと手が遅いからやめとこうかな。2ピン切ってる方が良さそうですね。パーソーか。ここで2ピン落とそう。急速切ってもうてるからね、でも。お、いいの引いた。一回パーソー落とします。スーソー引きましたよ。そしたらもうサブロー9ピンで2ソーで行きましょうか。うわぁ、今9ピン考えたね。統一ってことやな。早くテンパイしてほしいけどね、この手。うわぁ、ウーピンか。変えとこ。
やめて。おお、怖い。めっちゃ手がでかくなってきた、こっちも。これなんでテンパイせえへんの、これで。あかん、そろそろあかん。ほらーもう。おやや、しかも割れ目や。マジか、ペイ2丁のゴンニの倍やから1万400点か。うわー、でっけーこれ、マジで。あ、そう、ゴンニちゃん5%やね、親の 5%。 うわー、ピンピン6ですよ、今の11600点。やばいなー、今の打つか、打つかというかテンパイしてほしいよね、今のは。あんな早うからサブローキューピン待ってるのに、あれでテンパイせえへんのちょっと辛いよね。さあ、ここはでも気を取り直していきたいが、僕が割れ目っすね、ちなみに。白泣かれた。いやー、もうトンまで持ってるの。厳しいって。めっちゃ重いもん手が、これもっとサクサク軽いてきてほしいけどね。スーソー来ましたよ。チートイツリャンシャンテンじゃ無理でしょう。パーソー落とそう。こんな手でどうやっていくんかな。またパーソー来た、最悪や。パーソー落とした瞬間来た、最悪最悪っすわ。いいピンやったか、落とすのは。厳しい、マジで。リャンピン来ましたね。ペンチャスを嫌うよりも、こっち落とそう、もこっち落とします。で3ピンでも引いたら、9万落としていこうかなと思ってます。ローソン、もうこれチートイやん。チートイに決める方がいい、いいかな、これやったら。ちょっと変えますわ、方針を。だいぶ遅いけど、チートイで言っときゃよかったね、パーソン残して。お、テンパイしたわ。一応ウーピンで闇で待っとこう。うわ、スーピン、あーロン親やで。やべえ、インパチか、やばいなこれ。えぐい、親がブンブンっすわ。親がブンブン、まだ親が続く。8万点あるっすよ、もうすでにトン2局で8万点。まあでも割れ目なんで、言うて全然わからんからね、この割れ目ギャンブル卓は。8万点があってもひっくり返るのがこのギャンブル卓なんでね、全然わからないですよ、ほんまに。さあ、ここは親が割れ目っすね。親が割れ目なんで、やっぱツモか、親から上がりたいよね、どっちかというと。しかしね、手が遅いんですよね、さっきもそうなんですけど。でも結構換算素引いたんで、リャンウーピン引いたらって感じかな。さあどうか、リャンウーピン引いたらね、チーソーパーソーでいこうかな。引かへんもんな、でも最近テンパイが遅いんですよ。ほら、こんなんスッと引かなあかんすよね、この手やったら。マジでスッと引かなあかんけど、引かれへんもんな。ほら、全然引かへん。マジっすか。やっとや、これでアンピンですね。やっとテンパイ。さあ、即リーっす、当然。当然即リー。あー、即ズもない。いいピン来てるな。あのパンダさんは全通っすね。リャンピンも来てるわ、積もった。さあ、リーズも急走乗れ、急走、裏ドラ急走乗れ。リーズもドラはよし、よしよし、まあいいリーズも1個で割れ目から倍取れるんで1万点あるっすね。全然いいっすよ、なんもないよりは全然いい。さあ、僕が親で割れ目、一番これは上がらなあかんパターン。うお、お、いいね、めっちゃ手いい。よっしゃ、これはいけるでしょう。この手は絶対に上がらなあかん。スーピンが来ました。チャスト落とそう。レアンウーピン引け。バチッとレアンウーピン引いてくれ。バチッとレアンウーピン引いたらもう、そっくりやな、これ。頼むで。いや、リーチいかんでもいいかな、レアンウーピン引いたら。割れ目なんでね、やっぱり。レアンウーピン引かへんか。早く引いてくれ。あの、トイメンから出そうやからね。おっ、し、だ、闇で待ちます。よっしゃ、出たー、ナイス、これはナイス。さあ、24000点。あ、ちょっと待って、飛ばしてもうた。あー、割れ目やから飛ばしてもうた。あー、やってもうたー。もう、ちょっと点数計算する前に、嬉しさのあまり上がってもうたら、トイメン飛んでもうたわ。やってもうたね。まあ、一応でもこれプラスなんで、チップは増えるんですけど、それやったらリーチやったなー。そうか、トイメンが打つと飛ぶ可能性あった時点でリーチやったね。
ああ、やってもたね。まあでもプラス30なんで、チップは600ぐらい増えるんかな。600ぐらい増えますね。まあパンダさんはでも1900も損失してますね。やっぱこれぶっ飛んだりしたら怖いんでね、こういう感じで。箱下あるんで、箱下ありのルールなんで、これ怖いっすよ、ほんと。まあ一応プラスで終われたんでね、よかったかな。ただ今のは、まあ神茶から狙い撃ちしてもよかったかなって思うんですけどね、早かったし。まあ結果論ですけど、まあでも、いけた感じもしたけどね。あ、一応割れ目カップもこれあるんか、一応ね、こういう集計が。まあこれもね、またぼちぼち割れ目の方もやっていくんでね、よかったら、また見てください。で、空盛りカップはね、どうしようかな、一通り点数終わったんでね、で、これいつまでやったかな、ちなみにですけど。あ、もう終わるわ。あ、これあかんわ、もう。あの、今ね、夜中の1時ぐらいなんですよ。29日の夜中の1時なんで、もう30日、日付変わって30日になってるんですけど、もうすぐ終わってしまうね、30時やから。それやったらもうあかんっすね。ってことで、もう、かやもりカップは、残念ですが、入賞はできませんでした。最後600点ぐらいで終わってるんで、入賞できなかったね。まあ、しゃあない。でも、結構、まあ、決勝までいけたんでね。まあ、よかったとしましょうか。で、今後もこのトーナメントとか来たらやっていくんで、また違うイベントもね、どんどんやっていくんでね、よかったら、またこのまま配信もね、見ていただけたらありがたいです。では次回はまた新しいイベント来たらそっちやるか、もしくはこの割れ目ギャンブル宅ね、もっとやっていこうかなと思ってるんで、また近々ね、動画出します。で、今回はこんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。